下にね道がありますね。この小町温泉跡という場所に行こうかなと思うんですけど、小町温泉跡がこの辺にあるって聞いたんです。見てもらったら分かるんですけど、向こう山という場所に来てるんですよね。まあこの近く、このずっと行ったら向こう山公園あったりとか、まあこの後ろにねいろいろとあるんですけど、今日行く場所は、こちらです。この小町温泉跡という場所に行こうかなと思うんですけども、なかなかその温泉跡っていうのは珍しいのかなと思います。はい。まあ、なんでなくなったのかとかいろいろ考えるんですけどもね、まあ、この小町温泉っていうのは小野小町に関係したなんか温泉ということで、今回のスポットは倉敷の向こう山にあるとある場所が舞台となる。その昔この周辺では小野小町の伝説が数多く存在し、小町が顔の腫れ物を温泉で治したと言われる皮膚病によく効く温泉が存在するという。作業中ですね。ここが、向こう山公園ということで、まあなんかいろいろと言い伝えがある公園なんですけど、まあこの近くに小町温泉があるということで、ちょっとね、歩いていこうかなと。はい。6番、安楽寺。位置的にはこの辺かな。いや、こっちか。何の跡もないです。これが唯一あれかな。なるほどね。これは給水タンクですね。全くあんまり関係ない感じですね。この下に集落があるんで、その目的かなと思います。こっちではないですね。ここになんか門がありますね。まあ、これ、あ、独身寮の見えるかな。独身寮、その工事関係
の独身寮この先にあるという、まあ、ここはあの温泉ではないですね。ちょっとね情報が全くないんであれですけど、人すらいないですね。ここじゃない。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、小町温泉跡がこの辺にあるって聞いたんです。はい、あ、こっち側ですかね。はい、あ、わかりました。別に家があるとかいうわけでもないですよね。家があるかな、建物の跡がトラッと上がってる。ああ、わかりました、うん、ちょっと行って結局の鉢はよくあるから。そうなんですか、わかりました。こっちから行けないですよね。ここは行けない。わかりました。じゃあちょっとすいません、お手数おかけしました。菊の花を植えているところ、よいしょ、下にね道がありますね。うわー、でもこれ石垣があるってことはなんかあったってことです。道を発見。いやー、これは道ですね。これはそのー
おお、あ、でもなんか水はけの、もしかしたらここにあったのかもしれないですね。というわけですね、ちょっと散策したわけですけど、それらしい手がかり、 100% の手がかりはなかったんですけど、まあ、情報によればこの辺りにあったみたいですね。もう40年以上前の話なん で、まあ、なんか奥の方にもちょっと小屋があったりとかで、水の流れを遠くする、あ、よくするあのパイプがあったりとか、何かしらの歴史はここにあったということで、まあここを通って温泉に行くとか、下から、さっき言った下から登って温泉に行くとか、そういう感じだったんじゃないのかなと思います。でも詳しいね、情報とか案内板とかも限られてるんで、ちょっとまだ定かではないですが、まあ地元の人によればこの辺にあったということになってます。というわけで今日はこんな感じでありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。